酸化の鉄イオンとヘキサシアノ鉄2酸イオンの反応です。試験管の中に塩化鉄酸の水溶液が入っています。ここへヘキサシアノ鉄2酸カリウムの水溶液を加えます。脳性食沈殿が得られました。これは、ベルリンブルーまたは根性と呼ばれる沈殿です。この場合も酸化と二化の組み合わせですね。塩化鉄酸の鉄は酸化の鉄です。からヘキサシアノ鉄二酸カリウムの鉄は二化の鉄です。このように二価と三価の組み合わせの時にこの脳性色沈殿が現れます。